どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが5月5日日曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日、ジャイアンツと戦いましたが、 結果4対2で勝利ということで、連敗ストップ、3連敗さえしなければ、そういった第3戦目、しっかり取ることができた、タイガースのチーム力の高さを感じます。で、今日のゲーム、様々ね、まあ、東京ドームがどよめく瞬間あったということで、この点についてそれぞれお話をしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、まずは序盤のタイガース打線、チャンスを作ったのは3回です。 この回先頭、木並選手がヒットで出塁すると、続く佐伯投手がきっちり送りバントを決めて、ワンアウトランナー二塁。ここで打席巡ってきたのは、一番の近本選手。ここ追い込まれながらも、緩い変化球が浮いてきました。で、それをしっかり捉えると、打球はライトスタンドに着弾。今シーズン第4号の先制ツーランになりました。 まあ近本選手は第一打席も高橋投手からヒットを打っていましたし気持ちよくこの打席を迎えることができたと思います。近本選手のホームランは4月27日のスワローズ戦以来でこの日以来のマルチ安打になりました。で近本選手はこのホームランについて ヒット、送りバントで形を作ってもらった打席で、浮いてきた球をしっかりスイングすることができました。試合の主導権を取ることができてよかったですと、このように振り返っています。近本選手のこれまでのキャリアを振り返ると、1年目ホームラン9本、2年目ホームラン9本、で、3年目にようやく2桁ホームランを達成しました。で、この年の近本選手、612打席でホームラン10本でしたが、この第4号ホームランが出た時点で、今シーズンまだ139打席目。 ですので今シーズン、ホームラン数という観点で見ていくと、キャリアハイ大幅更新を狙えるペースです。今のペースで言うとだいたい15本前後でしょうか。近本選手には足がある。もうそれはね、もう周知の事実ではあるんですが、ここにさらにパンチ力が伸びてくるとなれば、より我々タイガースファンとしてもワクワクすることができる。この選手の成長は止まりません。そしてこのイニングは近本選手のホームランだけで終わらなかった。これも大きいかなと。 続く中野選手がヒット、投類でチャンスを広げて、2022年の5月以来、実に2年ぶりの3番起用になった佐藤選手が、レフトへのタイムリーヒット。ちなみに今日、子供の日でしたが、佐藤選手はルーキーやから4年連続でヒットを記録。で、過去3年間は合計11打数4安打、打率3割6分4厘だったということで、今日のゲームでもしっかり一本、子供たちに夢を見せ続けてくれています。で、一方、タイガースの先発は佐伯投手。今日は守備陣が佐伯投手を盛り立てる、こういったゲーム展開でしたね。 まずは3回。ワンナウトランナー1塁で、丸選手の打球はセカンドへの高いバウンドの頃。まあ、素早く処理しないと、ゲッツーは取り切れないかなというところ。中野選手がバックハンドで補給すると、そのまま木波選手へグラブトス。で、木波選手もしっかりそれを処理して、463のダブルプレーということで、昨シーズンゴールデングラブ賞を獲得したコンビ、今シーズンもしっかりいいコンビネーションを見せてくれてます。で、試合は中盤戦。まだまだバックが再起投手を盛り立てる。 特に4回2アウトランナー3塁のピンチで飛び出した近本選手のダイビングキャッチこれお見事でした坂本選手のセンターへの打球これある程度芯で捉えていて外野からすればナックルのような軌道と言いますかまあ、ブレながらね飛んできたような打球だったと思うんですよただ近本選手はその打球に対ししっかり落下点を把握し最後は飛び込んだでこういった外野手のダイビングキャッチって手首を巻き込んでしまったりまあ、それこそ足首とかねまあ、いろんなところを痛めてしまう可能性というのもあるんですけれどもそういった怪我のリスク を最小限に抑えるるような飛び込み方でしっかりキャッチするこのあたりにも近本選手の凄さを感じました攻守でチームを引っ張り再起投手を盛り立てるただその再起投手は5回2点失いました連打でノーアウトランナー一塁三塁のピンチを招き門脇選手にセフティースクイーズを決められさらに代打長野選手にタイムリーツーベースを打たれ1点差に迫られたただその後のピンチはしっかり抑え5回2失点でマウンドを降りるという形になりました今日の再起投手は5回を投げて球数84球 バッター21人に対して許したヒットは7本奪った三振4つ。 ただ、与えた死死球はなく、2失点という結果。佐伯投手といえば、ストレートとフォークのコンビネーション。これが武器のピッチャーですが、今シーズンはスライダーもうまく折り交ぜながら、バッターを抑えていっている。で、特にこの5回のピンチ、そのスライダーだけじゃなく、さらに緩いカーブ、これも使ってましたね。まあ、梅野選手が相手バッターに絞られないようにと、まあ、工夫を凝らした配球だったとは思うんですが、佐伯投手もその要求に応え、しっかりカーブをストライクゾーンに投げ込んだ。となってくると、それ以降のバッターも、もしかしたら自分にもカーブが来るかもしれない。いろいろ選択肢を増やさ なけければいけませんから1年間長い戦いが続く中こういったボールを1球ポンとね入れておくだけでもかなり戦い方は変わってくるんじゃないかなと。で佐伯投手は今日のゲームを振り返り調子自体も良かったですし。 ストレートとフォーク主体で押していけたと思います。近本さん含め、野手の方に助けてもらいながら投げることができました。少し球数も多くなってしまい、打順の兼ね合いで5回に交代となりましたけど、自分の投球はできたと思いますと、このように振り返りました。さあ、でそこから試合は終盤戦に入りましたが、東京ドームがどよめく瞬間がいくつかありました。まずは7回のタイガースの攻撃。2アウトランナーなしで、打席には佐藤選手。 ここでまさかセーフティバントの構え。で、結果はファールになったんですが、東京ドーム土曜めきました。で、僕も思わずね、も、ま、う、あ、ええと声を上げてしまいましたけれども、この佐藤選手のセーフティバントに関しては、SNS では様々な意見がありますね。もちろん佐藤選手のスケール感を考えると、ツーアウトランナーなし、しかも1点差、一発土管を狙ってほしいというご意見もごもっともだと思います。で、相手からしてみれば、バットを横にする佐藤選手は怖くない。まあこういった意見もありました。ただ試合展開と佐藤 選手に打席が巡ってきた状況を考えると相手は左のサイドスロー大江投手で同じ左の近本選手と中野選手がポンポンと抑えられてしまって巡ってきた打席で相手の守備シフトを見ると一切佐藤選手のセーフティーバーントは警戒されていないいろんな要素を照らし合わせてそして視野を広げて行った一手 個人的には悪くなかったんじゃないかなっていうふうに感じます。もうバントがうまくサード方向に転がれば高い確率でセーフという展開でしたからね。で、佐藤選手が出塁したら次右の大山選手に回る。まあ、それこそ一発で2点入る可能性もあります。大山選手もバッティングの状態ぐっと上げてきてますから、まあ、佐藤選手が後ろのことまで考えていたかどうかはさておき何か工夫を見せるという意味では悪くなかったんじゃないかなというふうには感じました。よかったら皆さんのご意見お聞かせください。で、その7回は結果的に3人で攻撃終了しましたが、 近いです先頭、大山選手がツーベースを放ってチャンスメイク。で、今日、5番でスタメン起用となった前川選手が技ありのレフトへのタイムリー。これ、うまかったですね。見送ればもうボール球でワンバウンドしそうなフォークだったと思うんですが、それをうまくすくい上げた一本、技ありですよ。二十歳の選手とは思えないバッティング技術。まあ、試合展開考えても、本当に大きな大きな1点になった。 ただその前川選手のタイムリーの直後続く森下選手がデッドボール左脇腹付近に直撃ですもう当たった瞬間森下選手は大きく声を上げて打席でうずくまりましたがその後すぐに立ち上がって試合終了まで試合に出続きました森下選手本当にね体強い選手ではあるんですが昨シーズン1年目からかなりデッドボールが多い選手でもあります昨シーズンのデッドボールは合計11個近本選手についてセリーグ2位の数字でしたで今シーズンもこれが4つ目のデッドボールになりましたが 今日のの試合を迎える前の時点で、セリーグ3位の数字でまた今日一つ、デッドボールを受けるという形になりましたから、セリーグトップタイという形になります。まあ、デッドボールを受けた後、最後まで試合に出続けたという流れを考えると、現状では大事に至ることはなさそうですが、とにかく怪我には気をつけてほしい。まあ、ほんと一瞬ヒヤッとしました。で、一方、投手陣、佐伯投手が5回2失点、しっかりゲームを作ってくれた後は、中継陣が万弱バシッと逃げ切ってくれました。6回は岡田目投手、7回は桐式投手、で、今日は8回ゲラ、 投手で9回ラスト、岩崎投手。 まあ岩崎投手は昨日のゲーームで悔ししい今シーズン初失点があっってて負けてしまったののは自分のせいいですと責任を負っていましたただもうどんなピッチャーでも点を取られるということはありますし、まあ、その後すぐ、まあ、セーブシチュエーションでね、わずか6球で3人を抑えてくれる、このあたりの修正力の高さ、本当に素晴らしいです。やっぱりまずはピッチャー陣が粘りを見せて、その間に打線が点を取っていく、これが一つタイガースの勝ちパターンですから、まあ、それがしっかりハマったゲームだったんじゃないかなということで、タイガースは連敗ストップです。はい、ということで、今回の動画では本日5日 5月の5日に行われたジャイアンツとの9回戦についてお話をされていただきました結果は4対2で勝利ということで打線の組み替えもズバリ3連敗を阻止ですまあ、岡田監督も3つ負けなければいいと、まあ、これは昨シーズンからずっとね言い続けてることなんですがしっかり3戦目取ることができた長いシーズン考えると本当に大きいですでちなみに今日は子供の日でしたがこれで2015年から1分け挟んで8連勝子供たちに夢を見せ続けてくれるタイガースこの辺りもさすがです明日からカード変わりますが今後の戦いも引き続き 注目ししていきましょう皆さんは今日のゲームどのように感じましたでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5万5千人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万6千人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。 ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。3連敗しないという強さ、これがタイガースにはあります。明日以降の戦いも引き続き注目していきましょう。ではまた。